こんにちは。ゆっくりヨウムだにょん。神経性電鉄ラストイヤーの中、今年も実施された神経性ラーメンスタンプラリー。今年で最後になるかもしれないこの企画に今年も参戦。前回は実り台駅の麺割烹亀一、鎌ヶ谷大仏駅の麺大仏、そして高根木戸駅の麺場柴山の3店を訪れたにょん。さて、今回で残り3店舗制覇してコンプリートするにょん。それでは、ゆっくりしていってねー。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。さあ、今回も神経性ラーメンスタンプラリーでラーメン食べまくるぜ。これまで6店舗制覇したので残り3店舗だね。すでに承知の通り、神経性は来年親会社の形成に吸収合併されるので、この企画が来年も実施されるとは限らない状況なので、それだけに何が何でもコンプリートしときたいよね。今日は天気大丈夫そうだねー。その代わり今日も暑いのぜ。深夜柱駅に到着だぜ。ここで神経性に乗り換えだね。深夜柱駅の階段は松戸寄りの端なので、西船橋からは一番前に乗車した方が楽なのぜ。エスカレーター設置されてないんだよねー。で、折り返してちょこっと登ると、連絡通路に屋根があるから雨の時でも安心だねー。ロッテリアに焼肉ライク行ってみたいねー。吉宮もあるぜ。ではここから神経性乗りまくるぜ。最初の乗車電は8800型だね。ちなみに最初の目的地はくぬぎ山駅だぜ。森のホール21だね。正式名称は松戸市文化会館。約2000席規模の大ホールでオーケストラをはじめとした演奏会やお笑いライブなど様々な催し物に利用されているぜ。時は平駅だぜ。南口はボーリング場、北口はインドアテニススクールがあったね。松岡修造をはじめとした多くのアドバイザーを抱えたダンロップが運営してるのぜ。熱血食いしん坊の人だね。そして五光駅にはコナミスポーツクラブに水泳教室まで備わってるぜ。この辺スポーツ関連の施設が多いよねー。県道57号千葉鎌ヶ谷松戸線だぜ。この道路は今のを含め神経性線と4カ所交差するのぜ。それだけ神経性線がくねってるってことだね。元山駅だぜ。で、これもさっき交差した県道57号だぜ。あとはどこなのさ。広角神田が北初富駅と初富駅周辺だぜ。ああ、前回鎌ヶ谷大仏駅から二羽向こう台駅まで歩いたあの通りだね。そうそう。くぬぎ山駅に到着だぜ。到着。では毎度のごとくお見送りするのぜ。
いつか車両基地への改装シーン見てみたいねー。平日の朝かど休日含めた夜なら見れるぜ。あ、スタンプ台見っけ。では7つ目の駅スタンプゲットするのぜ。 QR コード読み取りをタップしてカメラへのアクセス許可するぜ。で、OK っと。ゲットを。ではお店に行こうぜ。神経性電鉄株式会社の本社だぜ。合併後はどうなるんかねー。これは車両基地に向かうときに通った道だねー。そういえばそこの踏切のそばにこじんまりとしたラーメン店があったよねー。あれ？もしかして。そう、今から行くラーメン店はここだぜ。麺屋木蓮か、前も通ったときに気になってたんだよねー。もうすぐ開店だぜ。じゃあちょっと待ってますか。あ、津田沼方面の列車が来たねー。すぐさま松戸方面の列車も来たのぜ。では開店になったので店に入ろうぜ。待ってましたー。ではスタンプをゲットするぜ。ゲット。クーポンは大盛り一択？せっかくだが次があるので大盛りは辞退させてもらうぜ。もったいないけどね。豚そばだぜ。豚骨の香りがそそるねー。ではスープから。おお、かなり濃厚ですなー。スープは4種類選べるようだぜ。これは？サラリと呼ばれる基準ベースのスープだぜ。じゃあもっとドロッとしたスープも選べるというわけだね。店長曰くカルボナーラみたいになるそうだぜ。これもかなりドロッとしてるんだけどねー。では麺を食べてみよう。ここは細麺だぜ。すごい、スープがドロッとしてるからめっちゃ麺に絡みつく。今度はキクラゲと一緒に食べてみるぜ。コリッとした歯ごたえがたまらないねー。続いて煮卵。うん、うまい。あ、チャーシューが出てきた。かなりぶっといねー。九条ネギも大量に入ってるのぜ。ああ、美味しかったー。ごちそうさまなのぜ。では恒例の食事後の運動だぜ。このルートは神経性の車両基地へ向かうんだね。そしてそのまま北初富駅まで歩くのぜ。アジサイが綺麗だねー。のまよけど手だぜ。馬が逃げ出して周辺の畑や民家を荒らしたり、逆に野犬などの害獣の侵入を防ぐために気づかれたのぜ。基本神経性の沿線は稲作に向かない下総台地で、幕府直轄の薪が設置されたんだよね。車両基地の入り口だぜ。これも来年4月になったら名称が変わっちゃうんだねー。こういうのは残してもらえるんかねー。やはり何度も主張しているが、京成ミュージアム設立は必要なのぜ。車両がいっぱい誘致されてるねー。どうやらこのピンクの車両は合併後は京成カラーに置き換えられるそうな。なら今のうちに記録しとかないとね。
国葬船だぜ。スカイライナー来なそうだねー。国葬船とクロスして高架区間になるところまで来たぜ。じゃあ北初富駅まではもうすぐだね。ようやく到着したねー。で、これもさっき紹介した県道57号だぜ。3カ所目の交差ポイントがここってことね。この先新鎌ヶ谷で大きくカーブして4度目の交差ってことだぜ。お、珍しく8900型に乗車できるねー。線の新鎌ヶ谷駅だぜ。京成電鉄との共同使用駅だけど北総線が絡んでるから今まで通りなんだろうね。北総鉄道も京成電鉄に吸収合併されたらと妄想が膨らむのぜ。新京成の名な要素の一つとも言える大きなカーブだね。南へ大きく進路を変えるのぜ。まだ終わらない。まだまだカーブが続く。これは旧鉄道連隊の演習線が、建設や運転の練習のためわざとカーブを作ったことと、拡大対一運転区が45キロというルールが設けられていたからだぜ。新京成はその線路跡をほぼ踏襲して建設されたからしゃあないってことね。ようやくまっすぐな線路が見えた。富駅だぜ。北初富駅で交差した県道57号が再び交差するのはさっきのカーブのおかげなんだねー。鎌ヶ谷大仏駅だぜ。前回ここで大仏ラーメン食べたよね。魚介の豚骨スープがそそる一杯だったぜ。ここがまっすぐなのは新京成が新たに敷設した線路だからだぜ。鉄道連隊演習線跡は二和向こう台から大きく南にそれて、道の辺の明石屋児童遊園あたりで初富へ進路を取ってたんだよね。土地を取得できるところはなるべく直線になるよう修正されたのぜ。さっきの新鎌ヶ谷でのカーブのところは地元の反対で修正を断念したようだね。もし取得できていればくぬぎ山を経由せずに元山までまっすぐ繋がってたのぜ。二和向こう台駅だぜ。何度も紹介する下総大地の明治開墾シリーズ2番目に開拓された土地だったよね。この辺りからまたカーブが多くなってくるんだよね。三崎駅だぜ。ちなみに次の目的地だぜ。去年もここ三崎で煮干し系のラーメン食べたよね。到着。お見送りするぜ。この車両が京成カラーになるのがまだ想像つかないよねー。変わったら電車趣味るまで帰れない企画でもするのぜ。ここにあった。それでは駅スタンプゲットするぜ。ゲットだぜ。あ、どうした？なになに？これはツバメだぜ。こんな近くで飛んでるの初めて見たねー。新京成のマスコット知ってるよな？しんちゃんとけいちゃんだよね。あ、そう、矢柱駅で巣作りした駅長のツバメをモチーフにキャラクター化されたのぜ。それが三崎駅で見れるとはねえ。てかこのツバメ何がしたいんだ？ここに巣があると勘違いしてさまよってるように思えるんだが。落ち着けー。
ようやく止まった。ようやくここにはないことに気づいたのか。ここには海鮮丼のお店があるんだねー。これからラーメン食べに行くのに何言ってるんだ。ここも交通量が多いねー。県道288号夏見小室線だぜ。夏見は船橋駅近くの団地だったよね。船橋神経性バスの貴重なドル箱路線だぜ。お、神経性バスだねー。アンデルセン公園を経由して小室へ行くぜ。こんなに渋滞してると時刻表通りには行かなそうだよねー。お、ようやく見えてきたぜ。この黒い建物だね。ラーメンひふみだぜ。腰の完売に八海さん。飲んでみたいのは山々だがここは我慢だぜ。わかってるよ。ではお店のスタンプだぜ。スタンプゲット。これで9店舗制覇したねー。ああ、いよいよコンプリート目前だぜ。お、クーポンは3種類から選べるんだねー。味玉はちょっと食傷気味だからねー。ならここはメンマにしとくか。お、これは？野菜タンメンだぜ。マリサで食わせるタンメンはねー。そのネタ懐かしいのぜ。誰だったっけ？まあいいや、食おう。乳白色なスープだねー。お、鶏ガラが効いた塩味だねー。というか長崎ちゃんぽんに近い味だねー。野菜がもりもりだねー。大きいキクラゲだぜ。麺は野菜の下をほじくらないと出てこない。ようやく出てきたぜ。うん、中麺と塩味のスープの塩梅がよろしいねー。あと野菜のシャキシャキ感がたまらないねー。ちなみにタンメンは関東地方発祥の麺料理で、中華鍋で具材とスープを一緒に煮込む調理方法から、ラーメンとは別の麺料理というのが一般的らしいぜ。じゃあちゃんぽんは？ちゃんぽんという言葉は本来ごちゃ混ぜにするという意味で、俗に言う麺料理のちゃんぽんは十数種の具材を使うことからそう呼ばれたという説や、中国語で簡単なご飯という意味のシャンポンに由来するという説など様々だぜ。なので長崎の冠をつけた長崎ちゃんぽんが正しい呼び方なのぜ。なるほど、細かい違いはあれど作り方が似ているから同じような感じになるんだね。それにしても野菜が減らないねー。少しでもお腹いっぱいになってもらおうという店の心配りかもしれないのぜ。はぁ、美味しかったー。ごちそうさまなのぜ。思ったよりもボリューミーな一杯だったのでカロリー消費しないとな。三崎駅の次の駅は確か。そう、三崎駅の次は滝不動駅だぜ。滝不動といったらお滝不動村だよねー。団地造成で伸びてきた神経性の中で数少ない観光スポットだぜ。本堂だぜ。木造の不動明王立像が安置されているようだぜ。乙女座バルゴの不動？ああ、一応不動明王の化身と称してるからな。てっきりこっちでボケてくるのかと思ったぜ。あ、こいつも不動だったねー。観音堂だぜ。観音様がいるの？奈良県長谷寺の11面観世音を写し本尊としているようだぜ。アシュラマンの3倍以上の面があるやん。三重の塔だぜ。これ新しく見えるけど？それもそのはず、2018年に完成した船橋市内初の三重の塔で、大蔵界と金剛界の大日如来及び薬師如来の三像が安置されているぜ。仏教に詳しくないと何のことやらだねー。
仁王門だぜ。約200年前の建立で、明治と昭和にそれぞれ仁王像と共に修理されているのぜ。この門をくぐると二神風来剣の餌食になっちゃうよね。カサンドラの門じゃねえよ。そしてこれが滝不動の由来となる行者滝で、あの船橋駅近くを流れる海老川の源流だぜ。海老川ってあの船橋の桜の名所として有名な？そうそう。夢の中でここに不動明王像が埋まっているとのお告げを受けて掘ってみると、本当に不動明王像が出土し、その掘った後から水が湧き出して滝となったと言われてるのぜ。なるほどねー。なんかインディ・ジョーンズに出てきそうな感じの彫刻だねー。滝不動駅に戻ってきたねではまた列車に乗車するのぜ。列車来たねー。ちなみにこれが最後の乗車点だぜ。次はどこまで行くのさ。新津田沼駅だぜ。金高段駅だぜ。ここは時和平と違って都市再開発が進んでるからまだ街に活気が残ってるよね。高根木戸駅だぜ。前回はここで降りて絶品の味噌ラーメン食べたよね。奈良市の駅だぜ。新京成線と東洋高速線が交差していることからも団地の再開発が行われてるよね。この辺りはまだ昭和の風情が残る団地のままなんだねー。奈良市の駅だぜ。京葉線の新奈良市の駅と間違えたらえらい目に遭うよねー。薬園台駅だぜ。徳川吉宗がこの地域に開園した下総薬園という薬草園が由来だったよね。前原駅だぜ。成田街道と呼ばれる国道296号が近いことから当時の面影を残す旧家も残っているよね。そしてかつては新津田沼行きと京成津田沼行きの分岐点でもあったのぜ。そしてここで線路が分岐してたんだよね。初代の新津田沼駅の跡地だぜ。そして新津田沼駅に到着だぜ。伊東洋華堂とイオンに挟まれた買い物に便利な駅だよね。だが伊東洋華堂は閉店となってしまうのぜ。到着。松戸行きの列車が来たねー。この先は単線だからここで列車交換しないと進めないのぜ。ようやく出発したねー。お見送りするのぜ。いよいよ最後の駅スタンプだね。ではスタンプゲットするぜ。
結構、これで駅スタンプはコンプリートしたのぜ。あとはお店行くだけだね。ところでお店は近いの？5分以内だぜ。ここだぜ。ネクタリ外？いや99は背番号ではないぜ。漢字にするとつくもだろ。あー、九州系のラーメンってことだね。まずは食券購入だぜ。それじゃあ最後のスタンプゲットしなきゃね。ここまで長かったのぜ。よし、ゲット。全店制覇できたのぜ。クーポンどうする？写真見たらうまそうだったし頼むか。まあ次を心配する必要ないからね。てことで最後の一杯だぜ。あれ？豚骨といえば白では？これは黒ごま醤油豚骨ラーメンだぜ。今日最初のお店で豚骨ラーメン食べたから少し味変えないとね。ではまずスープから。おお、醤油といっても風味が強いだけで、和歌山の醤油豚骨とは別物だったねー。そして黒ごまの香りがたまらないのぜ。醤油系の麺は中太なんだねー。うん、これはこってりしてなくて美味しいねー。結構お腹に溜まってるけどこれなら入れそうだぜ。次はチャーシュー行ってみよう。柔らかくてジューシーだねー。この黒ごまの効いたスープが病みつきになってくるぜ。そろそろチャーシュー丼食べてみよう。やっぱチャーシューとご飯の相性は抜群だねー。はあ、美味しかった。ごちそうさまなのぜ。いやお腹いっぱいだねー。そしたら食後の運動だぜ。一息って言ったらもう終点の京成津田沼になっちゃうよ。京成津田沼は京成はもちろん新京成にとっても撮影できるスポットが目白押しなんだぜ。それを見て終了としますか。津田沼パルコなくなっちゃったねー。主が婚活の際ここで服を調達した思い出深い店だったのぜ。伊東洋華堂といいこの先どう変貌するか楽しみではあるわな。南口は千葉工業大学をはじめとした高い建物が多いねー。あれ？このお店なんかテレビで見たことがあるような。山登りなどのアウトドア系のお店で、店の壁でボルダリングもできるようだぜ。へえ。池袋大正軒ののれん分けした行列必至の店のようだぜ。食べてみたいけど行列がねー。もう終わっちゃってるんだねー。スープなくなり次第の店なのかな。新京成の S 字カーブのところまで来たねー。ちょっとここで列車見ていくか。松戸行きの列車が来たぜ。一生懸命遡ってるねー。次のスポットへ行くぜ。あいよ。これは京成本線だね。早速列車がやってきたのぜ。快速だね。この真ん中にある線路が普通列車の待避線だね。
その転線する様子を見てみようぜ。列車が来た。これは普通かな？6両だったら普通だぜ。6両だ、ってことは普通だね。そして京成津田沼行きだったぜ。3番線に入ってくね。お、動き出したねー。真ん中の待避線に入線するぜ。場所を変えてみようぜ。都営浅草線の車両だねえ。再び動き出したねえ。2番線に入線して普通への行きとなるぜ。新京成の列車もやってきたねー。 N800 型だぜ。これは千葉中央まで乗り入れる列車だったね。それじゃあそろそろ帰るのぜ。美味しいものいっぱい食べて、いろんな車両見てきて楽しかったねー。そういえば最後の応募はしたっけ？あ、忘れてたぜ。それじゃあ今やるか。まずはスタンプを確認だぜ。うん、漏れはなかった。まずは認定証を見てみるか。第14回目の開催を待ってますよ。じゃあ応募するぜ。応募完了っと。これで本当に全てコンプリートしたぜ。じゃあこの動画もこれで終わりだね。京成に合併されても企画を継続してくれるのを祈るだけだぜ。視聴者の皆さんもこの中で気になるラーメン店があればぜひ足を運んでみてください。もちろん新京成に乗車して。どうしたどうしたどうした、また当たってしまったぜ。え、これが応募したオリジナル丼？現在運行している4種類の車両がデザインされてるぜ。おお、まさに新京成のラストにふさわしい丼だねー。側面にも横向きの車両がデザインされてるぜ。これは N800 型かな？これは8900型だな。で、これが8800型で、最後は8万型だぜ。では早速これで昼食を食べようか。おう。今日の昼食は冷やし中華だぜ。我が家でもとうとう冷やし中華を始めましたか。まずはよく混ぜてっと。それではいただきますか。うん、暑い夏はやっぱこれに限るよねー。島田屋の麺だぜ。ごちそうさまでしたー。最後の記念ができて本当に良かったのぜ。そういえば N800 型が復刻塗装で再登場するようだね。そしたらまた見に行くのぜ。楽しみだねー。今年もすべてのお店で美味しいラーメン食べられて満足だったにょん。合併されてもこの企画だけは継続してほしいところにょんね。さて、次回からはその親会社の京成電鉄について、すべての駅に降り立って、周辺などのリサーチを行うにょん。
じゃあ今回はここまでにょん。またご縁があれば次の動画でお会いするにょん。チャンネル登録は不要だにょん。それでは、ご視聴ありがとうございました。